けよ。これだったら目立たないから。バッとか跳ねさせられたら困るんですけど。甘いか。甘いような辛いような。一本ずつ取ればいいじゃない。そうだ。食べ方だけじゃん。で、カレーうどん。うん、お椀使わないもったいない。無理。まだ入れてもまた離れちゃう。いきなり一発目で離れ。手がカレー臭い。美味しい。うん、ルーこれでスプーンないのそっち。はい。それで取れってことだけど怖いね。かぼちゃ入ってるじゃん。これかぼちゃじゃないの、うん、ナスとか、うん。いいじゃん。かぼちゃ包丁になったり。ゆっくり食べて、うん、もう跳ねてるそこ。顔してるし。これはここに入れて。どっち？これ知ってる。自分で垂らしたんだよ、これ。こぼして。やだ。ほら、こんなに跳ねてる。こっち？両方。おいしい？うん。よいしょ、よいしょ。1分で。うん、いい。失礼いたしました。カツカレーです。カレーほうとうと、はい。はい。ゆっくりどうぞ。これをね、ちょっとつける。少しね。うん、いただきます。さんにはトンボが欲しい。うん、美味しい。これ買ってくしてるかもね、うん、自分家じゃなかなかね量作んないとこういうのって美味しくないじゃない。はい。福神漬けは、うん、確か食べる。うん、入れてとはうまいな。どっかにあげる、うん、野菜一つ食べたい。食べる。さつまいもパン。さつまいも。ご飯ちょっと食べて。ルーはどう？結構辛い。どうですか。うん、同じかな。麺、うん、ちょっと一本取る。そのお椀でこれ、うん、ちょっと取っちゃう。これ怖い。ちょっとでいいよ。そんな怖いもん、うん、ちょっと食べて。麺だけちょっと食べたい、うんうん、
ケイとかコウちゃん食べれないと思う。うん、お腹痛くない。あの子たちはダメよ。マリちゃんもいかない。ないかも。なってんな。よし、あれでしょ。うん。うまい、カレーね。硬いね。おさつま。白州のさ、道の駅だってうまかったのに。そうだよね、学校。水汲むとこも、ね、カレー美味しかったよね。美味しかった、味落ちてた。素揚げが乗ってたりしてね、うん、乗らなくなっちゃったの、うん、最初頑張ってさ。まあ最初はね、もう一回一気北前さんの変わったかも、うん、食べるからカレーちょっと開けるいや、 やっぱり私にしてはこれはシシト食べる。うん、シシトはそんなに好きじゃん。特別マフィン大好き。あ、そう。そんなに出されたら別にどうぞって言われたらはぁ、いただきますって言うけど、そんなに特別。オクラは好きだけどね、似てるけど。カレーホット初めてかな。まあね、普通のホットしか食べないもんね、うん、なんか誰かが言ってるお皿を食べた、あ、桜井翔がお皿を食べたってた、うん、なんか ほったらかしきて、やっぱカレー好きな人いるからね。どこ行ってもカレー食べる人。うん。だってみんな韓国客でしょ。お母さんのカレーが一番好きでしょ。綺麗に食べる。ご飯残って。ちょっとヘビーだな、うん、よかった頼まなくて。また太っちゃう。もう太ってる。もう太ってる。ゲブっちゃう。むちゃむちゃ。私も体重増えてた。でもやめなんだよ、夜試合終わってから帰ってから食べるから。こんな飯動画バカ撮ってるから。いや、しょうがないじゃん、うん、でもともと昼は食べに来てたじゃない。お休みの日ってみんなどうしてんの？お休みの日、まるちゃんとかみんなどうしてんの？食べに行かないの？行くんじゃない？行くでしょ？みんな昼間は、夜は帰ってきてんの？次にちょっと行くの？どけといて。ちょっとじゃあ。カレー粉つけなくても十分ルーでいいって感じ。お肉は豚肉？うん。うん。うん。いい。豚バラっぽい。
ご飯つけたら太る。プラス100円。つけなくてもいいでしょ。うん、味が濃いからさ。うん。今食べたくなるね。白い水入れて。きれいに食べる人たち分かった、うん、カレー漫画にカレーをぐちゃぐちゃに混ぜる派と混ぜない派っていうのが、うんうん、混ぜない、勝手に混ぜられるっていうやつも、っていう人は僕来たことあるのかな、うん、あるかも。いや、ここ有名だからね、うん、ここと一人行くとなんかレトルトになってる、なってるよ。かもしれない、こっちにあるけど、うん、口づけ入れて、え、口づけ、そう、たまに、ね、すごい汗、予定だから、中心がいいなと思って。から来たらもうレジが混んじゃうし、
同じ時間に来ちゃったから違う観光バスに。降りる前にパンフを持ってきた。ある程度からこれがありますみたいに見せるのかな。ゆずか。ん？ゆず。爽やか。夏みかん。レモン？上のミント食べてもう余計わからなかった。Thank you.